世の中で一番うまいよ。え？もつ鍋が世の中で一番うまい。この世で。そう、シンプルでいい。FM キノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。11月7日モーニング8、これから生放送でお届けいたします。時刻は間もなく8時1分を回ろうとしております。キノワン市旧名キノワンヒルズ通り沿いにあります FM キノワンのスタジオから、今月からですね、火曜日担当になりましたガネコマヨが生放送でお届けしております。よろしくお願いします。わーいわーいわーい拍手が聞こえる、ありがとうよかった。ちゃんと火曜日、なんかね、ちょっとだけリズムが違うから、もう週末から緊張してたんです、実は。僕がちゃんと LINE したから。あ、それは大丈夫。じゃあ昨日山内さんが来ないでよって間違えて来ないでよっていうね、 LINE 来てたんだけど、はい、そうなんでございます。はい、今ツイキャスからもたくさん、あの、火曜日に移動ですかって来てるんですけど、とりあえず12月いっぱいで見てて、でもしかすると来年もなのか分かんないですけれども、とりあえずですね、11月12月はあの火曜日ということなので、はい、よろしくお願いします皆さん。そしてですよ、もうだから11月、この間出たのが10月30日で、あっという間にもう11月も1週間になってしまいましてね、今日は11月7日で、でさっき山内さんと話したんだけど、今日はなんか立冬に当たる日が多いから鍋の日っていうのが制定されてるみたいで、昨日なんかネットいろいろ見てたら、鍋の日、明日は鍋の日だよって出てたんですけれども、皆さん今年お鍋食べましたか？ん？食べた？食べてない？まだ食べてない。なんかあの、私この暑くても夏でもなんですけど、グツグツ系が好きなんです、暑い料理で。あの、まあ、鍋まではいかないかもしれないけど、スンドゥブ、韓国料理、スンドゥブはめっちゃうまい。あの、本当年中ずっと食べられるって思う、うん、ね、うん、何入れるの好きですか？あ、豆腐、豆腐はそうだね、豆腐と卵、美味しい、とってもなんかマイルドになるんだけど、私あれになんか豚肉とか、たまに、あ、豚肉いいね、豚肉めっちゃいいですよ、うん、たまになんかね、あれも美味しい、焼きそば用の麺、あれ入れると超美味しいんです。だから今日さツイッターにも書いたんだけど、今日断食するの断食するのに今日鍋の日っていうのを見て、ちょっと結構ね、あの、ほんとさっきお腹グーグーなってるの聞こえない？聞こえてる結構なってるんだけど、そう、皆さんどんなですか？今日あたりちょっと肌寒くなってきたので、お鍋とかもいいんじゃないですかね。やっぱりランキングを調べると第1位もつ鍋らしくて、そう、もつ鍋まだ挑戦したことないの。あの、見た目がちょっと苦手。美味しいんだ。そう、なんかいろんなね、鍋のランキングとかも載ってたりするんだけど、ちゃんこ鍋とか食べてみたいですね。なんかそう、キムチとかで食べてみたいなとか思うんですけど、皆さんどうですか？もしなんかね、夕飯とかまだ決めてない方いらっしゃったら、そろそろ鍋もいいかもしれないですね。はい、ではですね、今日のメールのテーマ早速入りたいと思います。あ、もう言っちゃった今日のメールのテーマは入る、聞こえた？めっちゃ声でかすぎて聞こえたかな。入る、今日はメールのテーマが、はい、めっちゃシンプルだよね、入るになっております。入るって何って感じなんですけど、そう、なんかひっくるめてそのテーマにして、例えばですよ、私だったらちょっと恥ずかしかったエピソードがあって、あの、大道ってあるじゃないですか、販売機、大道を私20年間あの大学生になるまでずっと読み方間違えてたんです。 D-DO って読んでたの、ずっと DYDO で、これ真剣でガチちょっと引いてるんだけど山内さん
本当にずっとそれで読んでたから、今でも大道のトラックとか販売機見たら最初に出てくる、あ、大道だじゃなくて、あ、D2 だって読んじゃうんだけど、そう、それをあのね、普通に会話してる時にそういう言葉が出ちゃって、もう本当に今の山内さん状態超惹かれて、そして嘘だろお前って、今までずっとそれで読んでたのって言って、もうこの時もう面白いも何もないよね、もう恥ずかしくて穴に入りたかったっていう話なんだけど、あとはあのアレルギーの話よくするじゃないですか私。あのね、栄養ドリンクに入ってるビタミン B が飲めないっていう、そう、栄養サプリメントとかね、そういう感じでちょっと入るとか、あとはね、どこどこに入りたくないとか、何のサークルに入ってたよとか、あとは入院するかもとかねそういうなんか入るにまつわるエピソードを今日は、はい、お待ちしております。メール、こちらまでよろしくお願いします。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信してます。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもよろしくお願いします。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートよろしくお願いします。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送お楽しみいただけます。そちらもよろしくお願いいたします。さあ今日のメールのテーマ、入る、入るでございます。入る、入りたい、入りたくないなど、入るにまつわるエピソードお待ちしております。さあ今日のオープニングナンバーはエド・シーランで Shape of You。 ありがとうございます。ありがとうございます。火曜日嬉しい、なんかいいね、なんかそわそわするうん、ね、D2 呼んでたよ。 D2 って本当にバカみたい。今考えたらなんか212とかまでは、え、受けるよって言えたのに、今の年になったら恥ずかしいってことが分かりました、読み間違いがD2 やばいよね。 D2 はやばい。鍋食べたいね、鍋食べたい。こっちすぐ鍋屋さんあるんだよ、急なに入ってみたいけど、まだ行ったことがないんです。連れてって、誰か金子もね、ハンコ呼ぶってあるの？え、ないの、誰か作って。こうやって誰かに作れもの、自分で作るものか。自分で作るものか。お風呂に入る、そう。お風呂入る時の湯船をためるタイミングがわからない。最初から。え？最初から。あ、そうなの。なんかさ、シャワーしながらやってたらめっちゃ遅くないですか？だからシャワーしながらやって、入る前、入る前にやって、でシャワーで浴びて。準備時間が結構かかるんだ、うん、いつもだから寒い中待ってる、たまるのまだたまんないっつって。ハモシャブ、何ハモシャブって。ハモのシャブシャブじゃない。え、何それ。食べてあるの？あれと辛いの食べれるんだ。あ、めっちゃ好きです。あのカレーの辛さは苦手。香辛料、あ、なんていうの？キムチとかは超好き。沖縄市にさ、え？沖縄市にさ、レンっていう韓国料理屋があって、住んでるとめっちゃうまい。そう。まだ私2カ所でしか食べたことないです。家で作るかお店2カ所しか分かんないから。
なんか外れがあったら怖いなと思って辛いので、うん、レン、うん、レン、昼寝使う、まあ、たまに使います、温めたい時とか。マスオさん、いちち京都行った時に食べたよ、ハムしゃぶの鍋ふぐのぶつ切りの、美味しそう。あ、おはようございます、はじめましてです、おはようございます。だいたいさ、だから鍋がいいですね。あれだよ、あのスンドゥじゃない、もつ鍋もちょっとピリッとするんだよ。なんか入ってますよね、うん、確かに確かに、写真とかそういうの映像で見たときに。でも、もつ食べるの勇気いる、ね、コリッコリッみたいな。間違った。じゃあ天気いきます。はい。その後追加ですね、うん、よし。さあ、時刻は8時11分を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気、そして道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。11月7日火曜日、今日のお天気は曇り、昼前晴れ、晴れとなっております。そして風が東の風、日中、北東の風、波が2メートル、うねりを伴います。降水確率なんですが、お昼12時までが 0%、 お昼12時から夜の12時までが 10% となっております。そして日中の最高気温は27度ですね、となっております。朝とか夜はすっごい冷えるんですけど、お昼とかちょっと外歩くと汗出てくるぐらいね、ちょっと太陽が強かったり、なんて言うんですか、暑かったりするから薄着になりがちなんだけど、やっぱね、夕方以降は冷えてくるので、皆さん羽織物とか持っていた方がいいかもしれないですね。はい、風対策もしっかりしてください。よろしくお願いいたします。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近では工事のため第一走行が規制されています。沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近では工事のため第一走行が規制されております。そして、同じく沖縄道下りです。こちらは金インターチェンジ付近では工事のため、こちらでも規制がされているようです。沖縄道下り金インターチェンジ付近、こちらも工事のため規制がされております。そして沖縄道下り、西原インターチェンジから北中城インターチェンジにかけて工事のため、こちらも規制中です。沖縄道下り西原インターチェンジから北中城インターチェンジにかけて工事のため規制がされております。そして、那覇では一部渋滞が見られているようなので、高速道路お使いになる皆さん、安全運転よろしくお願いいたします。続いて一般道の情報です。国道58号線、南行きです。国道58号線南行き、宜野湾市大蛇名交差点から浦添市ぐすくまにかけて長い渋滞が見られています。国道58号線南行きです。宜野湾市大蛇名交差点から浦添市ぐすくまにかけて長い渋滞が見られております。そしてですね、県道34号線前原交差点から大蛇名交差点にかけて、こちらでも渋滞が発生しております。県道34号線前原交差点から大蛇名交差点にかけて、こちらでもですね、一部渋滞発生しております。そして、その他にも浦添市アハチャ交差点、あとはですね、公営でも渋滞混雑見られ始めておりますので、皆さん引き続き安全運転よろしくお願いいたします。以上、沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたしました。じゃあ、ツイキャスね。さあ、ここでですね、たくさんツイキャスが届いております。コメントね、今来ているので、ざっとちょっと紹介できる分なんですけれども、紹介していきたいと思います。
まず一番初めにエコザイルさんからね来ました。おはようございます。そしてつるくんさん、おはようございます。火曜日になったんだね、まあよって。そう、あのね、とりあえず11月12月と様子を見てなんですけれども、はい、火曜日もよろしくお願いします。そしてですね、そう、つるくんさんとこの間ツイッターで会話したんだけど、まあよ痩せたんだよって報告して、痩せて可愛くなったって来てる。ありがとう。変わった？変わったか。でも5キロくらい落ちないとなんか見た目に出なくて、そう、とりあえず6キロ落ちた。頑張ったんじゃん。今年超頑張ったと思う、自分で。そしてキキマルさん、おはようございます。火曜日にどうですかって。そうなんでございます。そして石ころさん、ガネコさんとはお初な、おはもっこり。ありがとうございます。はじめまして。そしてひふみさん、そう、ひふみさんがね、私が最近よく使う顔文字使ってんの、ウェーイってやつ。来ました、ありがとうございます。そしてマスオさん、今日の夜はズンバレッスンがあるよ。そうなの、今日はですね、9月10月が月曜日にズンバやってたんですけど、それの前まではずっと火曜日で毎週やってたんですね。じゃあ私ズンバのインストラクターしてまして、そう、ズンバを教えております。今日のね、夜8時から急な公民館でありますので、ぜひ、はい、興味のある方来てください。1時間ワンコインで教えております。ありがとう、マスオさんのおかげで宣伝できた。そしてひふみさんが、鍋はまだまだだなって。でスンドゥブ未経験ってあります。なんか山内さんの情報だと沖縄市に美味しいお店があるみたいですよ、スンドゥブの。私は那覇の、あの新都市にある、だ、なんだった、コープのところにあるやつ、アップルタウンだ、コープじゃない、アップルタウンの中に入ってるスンドゥブ屋さんをよく行きます。超美味しい、美味しい、チヂミと食べるのが好き、やばいね。そしてギマさん、マヨナイスナイスマヨって、さっきのディードゥね、マヨらしいって来てた、ありがとうございます。マヨらしい、本当だよね。ひふみさんが、沖縄の人すき焼きを鍋と思ってるって。そうなの。え、すき焼きって鍋じゃないの。違うんだ、多分違うんだよね、この感じ。すき焼きも食べたいな、しゃぶしゃぶも食べたくなってきた。美味しいよね、そういう系。つるくんさん、お鍋食べたよ、ハモしゃぶとフグの、ぶり、ぶつ切りだしにしてって。すごいよこれ、絶対美味しいと思う。どっちも未経験な、ハモしゃぶっていうのも分かんないんだけど、フグ食べたい、美味しいだろうな。いいね、いいね。そしてですね、マスオさんが、焼いてから割り下で煮込むのが関東風、甘いだしでグツグツ作るのが関西風って。鍋の作り方もなんかあるのこれ、へー、そうなんだ、やっぱ関東関西分かれるんですね。そして中野町の和樹さん、久しぶりです。ガネコマヨファンクラブの入会方法教えてください、笑いって。うわー、どうやって作ろう、作ったら教えるね。そしてですね、ナチュミンさんから、おはようございます。はじめましてですよね。そうなんです、はじめまして。そして、お、私これも気になる、石ころさんがミルフィーユ鍋はかなりうまいって。あの、あれ、白菜と豚肉の交互に重ねていくやつかな、よくネットとかで写真で見るけど、それのことかな。おいしそう、いいね、本当だよ。あ、そうそう、今日さっきね、お風呂に入るとかの話したんだけど、湯船は先に溜めるんですね。私いつもその溜めながらシャワー入っちゃうから全然遅くて、溜まるのが、そう、もう寒い寒いしながら待ってるの。もう今日のメールのテーマ、入る入るなので、皆さんぜひ入るにまつわるメールお待ちしております。よろしくお願いいたします。ソロダンス、カッコよく言って、ソロダンスってカッコよく言って、英語風で、ソロダンス。ハケダンスでビーガーに、まっけんまだ。そうですね。
何ですか。マーティン・ジェンセン。かっこよくよ。ソロダンス。はい、いいね。でした。久しぶりですね。いくよ。さあ、ここでお届けしておりますめいちゃんさんからのリクエスト曲です。マーティン・ジェンセンでソロダンス。どうだ、なんでさ、いつもさ、首かしげるの。マーティン・ジェンセンもかっこよくなって。そうなの。そう、どうなって。まあ、あ、俺言っていて、言っていて、ベロが痛くて。あ、知らない、そんなの知らない。そんなの知らない。え、ゆみさん、風邪気味なの。123でレッスンから。うわー、鍋の話が美味しそう。昼ご飯まだまだ。一緒に我慢してくれるんですか。ありがとうございます。そう、あのね、昨日一昨日からさ、もうお腹パンパンなのに止まらんわけよ。ストレスだな。違う、ストレスじゃないの。付き合い。付き合い。付き合いじゃない。違う。あ、ナンパ。ナンパされた。違う。あ、そっち系のお腹いっぱいってこと。じゃあ、お腹本当にいっぱいんだけど、うん、月に1回そういう時があるんです。あ、そうなんだ。すっごい変動が激しくて、3キロ増えて3キロ落ちてとか、もう全然ある、うん、だから止まらんわけよ。怖い。本当に怖いよ。そう、女子あるあるよね。ホルモンだから。そうなん、大変なんだよ。ね、でもって甘いのばっか食べるからまた肌荒れるし、ね、そう。我慢できないんだ。我慢がさ、できなくなる。うーん。まあその月によりますけどね。我慢するんだ、ありがとう。じゃあ一緒に我慢しよう今日。あ、お昼前までね、我慢しようね。何これ、入場料無料のイベント。じゃあ今日は何の日やって、1曲行って、うん、CM 行って、それから電話やりましょうね。 OK。 あ、読めないと思うやつ。宮古線台湾に漂着、うん、台湾遭難事件が起きる。当てらずね。うん、今日違う、月曜日じゃない。立東沖縄刑務所で待遇改善求め報道。あ、OK、普通に月曜日読んでた、いつもの。昨日じゃん。月曜日来ないでよ、来週も間違って来そうだな。みんなが呼んだら来るかも。何がか。みんなが呼んだら来ちゃうかも。さあ、続いては今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。11月7日火曜日、今日は旧暦の9月19日となっております。潮の満ち引きなんですけれども、満潮が朝の9時20分、そして夜の8時54分です。干潮がお昼の3時2分となっております。今日はですね、立冬、そして1954年の今日、沖縄刑務所で待遇改善を求め暴動が起きたみたいです。そしてその他にも今日は知恵の日、そしてあられせんべいの日。いいですね、昨日あられせんべいいっぱい食べた。そういえば、そしてウェルカムウィンターデー、立冬ですね。では今日の、誕生花早速紹介したいんですけれども、今日の誕生花がマリーゴールド、マリーゴールドらしいでございます。そして花言葉がちょっと切ないんですけれども、別れの悲しみ、別れの悲しみみたいですよ。以上、今日は何の日のコーナーでした。ひふみさんのリクエストで覚えたよ。あー、見れる？いくよ。シリーズ見る。いくよ、かっこよくよ。
さあここでじゃあ一曲またお届けいたします。ひふみさんからのリクエスト曲です。シェリルリンのインザナイト。待って、シェリルリンと思ったんですよ。シェリルリン、シェリル、シェリルリン。山内さんの残念な顔よ。はい、電話だよ次。 CM の後。あ、初電話だ。じゃあ大丈夫かな。この人ね、この人から、この人に、この人、うん、あさとさん、うん、なんか言うこととかない？いつも言ってること。うちも、うん、普通にありがとうございましたって来て、うん、最後に、うん、うん、あれだよ、朝ごはんも聞いてよ。朝ごはん聞いて、うん、じゃあリュウコのお知らせ、お得情報、うん、これいつももうすぐかけちゃっていいんですか？いつもみたいに、あの、うん、他の人にかけるときみたいに、うん、世間話もしたりさ、最近この人さ、店長になってからさ、うん、まだ日が浅いわけ。こっちのだよね、うん、よく行く。あ、じゃあ昨日も行った。で、昨日まで焼きドーナツ屋さんやってた、うん、あ、やってたか、それ屋台の手振りです。手振り鍋の話、皆さんの家庭のお鍋はお肉が何盛りありますか？野菜と肉。ああ、そうかも、野菜メインにしてるかもしれない。鍋って割と健康的なんですよね。そう、本当はね、とってもいるし、うん、そうなの。シェリルリン、ひふみさん当たってる？シェリルリン、おでん食いたいな。まあ、おでん作ってきてじゃん。あ、おでん食べたいで、こっちで作らん。なんで最後皿リーボーで買って。あ、じゃあ食材買うから作ってだから。そうです。じゃあ作って持ってきて、こっち火がないからさ。あ、そっか、うん、おでん食べたい。おでんのさ、あのあれ食べたい、おでんくんのやつ。もち巾着、おでんくん。わかります？わかるけど、なんでそれがいいの？一番、一番それ好き。大根だろ。え、一番もち巾着が好き。おでんなら酒山さん、酒山さん、この間ひふみさん教えてもらったやつ。母ちゃん、あれわかる？ひふみさん、くもじの母ちゃん。母ちゃんってわかる？うまいね、母ちゃんだっけ、くもじの。ずっと昔からあるおでん屋。へえ、美味しいんですか？めっちゃうまい。いつもいっぱいしてる。へえ。飲みながらおでん食べるみたいな。そうなんだ。あ、大根のさ、葉っぱの部分食べるの好き。あの、何が？大根の、あ、ヘタ、ヘタ。切った上。銀行の裏の？銀行の裏の？そう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 。知ってるって。うまいね、あそこ。へぇ。汚しゅらんって感じ。ん？汚しゅらん。古いからちょっと汚いけど。あ、だからさ、聞いたことない。トンネルズのやつ。うん。うまいわけよ。行ったことないさ。じゃあ行こう。すぐみんなに行こうって言うから、おでん食べたいな。大丈夫よ、ひふみさんとかさ、もう慣れてるよ、そういうの。行こうって、行こうっつって実際行かないパターンが多いさね、うん、だからそういうのも慣れてる。あ、そうなんだ、うん、じゃあハイハイテイトで聞き流してる。そうそうそう。あ、そうなの、寂しい。だってリアルに行かないじゃん。うん。違う違う、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。女子のよ、行こうよ、もう。そうだよ、騙されてたらもう行きたいね、とんでもない、今度行こうねとか。そう、よく言う。んあ、緊張するな。大丈夫かな。大丈夫よ、本当に、うん、5分だけ、うん、20分もうこっち来てもらった方がいいじゃん。沖縄料理何食べたいですか？
縄料理といえばチャンプル。テビチ食べれんわけ。ちょっと臭いよな、テビチな。もうポニョポニョがダメ。ん？ポニョポニョしてるのがダメ。テビチはない、ちょっとなんか、うん、苦手。でも、いつか食べれるようにはなりたいよね。おいしいよ。あ、ほんと？うん、沖縄料理、そばきそば、おいしい。今日この間からそばも食べたい。今日やばい、ご飯の話、いつもしたら後悔しちゃう。お腹すくね。そばきそばおいしい、好きですか？タイゴさんかな。食べればいいさ。じゃあ太った方がいいよ、もうちょい優しい。違うんです、自分しか分からないけど自分とお母さんしか分からない。おでんは煮卵と白滝。あー、煮卵いいね。白滝分かる。ありがとうございます。早期はカタカナでお願いします。さあ、突撃あなたの朝ごはん教えてのコーナーです。久しぶりですね。あの、噂によると火曜日ではとある方にいつも電話をしているということなので、早速かけてみたいと思います。私は初めましてですね、緊張しますが。さあ、忙しい時間ですかね。あれ、忘れてるのかな。忘れてるのかな。あ、はい、おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。FM ギノワンの今モーニング8で電話をかけさせていただいております。はじめまして、金子真世と申します。あ、はい、あ、普天間流亡亭のあさとと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あさと店長ですか。あさとさん、店長さん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、まあこの番組わかると思うんですけれども、このコーナー朝ごはん聞くコーナーでして、はい、じゃあ先に朝ごはんの方を聞いちゃっていいですか。はい、あ、はい、今日はあのおにぎりとヨーグルトですね、はい、おお、いいですね。私この組み合わせ好きなんです実は、よくやるタイプでいいですね。ヨーグルト、ちなみにプレーンですか。はい、あのプレーンじゃなくてゼロの方ですね。おお、脂肪分ゼロの。はい、はい、素敵。じゃあ体調面に気をつけている、そんな感じですか。そうですね、はい、ああ、なるほど。なんかおにぎりもおにぎりだけ食べると糖分がすごい吸収されるから、何かと食べた方がいいって最近聞いたので、めっちゃいい組み合わせだと思う。はい、思います。何のおにぎり、ちなみにおにぎりの味も聞いていいですか。はい、今日はあの油味噌でしたね。あ、おいしい。いいね、いいね、いいですね。どこのおにぎりなんですか。どこで買ったか。どこで、あ、買ったんですか、作られたんですか。そうですね、今日は買いましたね。おー、どこで買われたんですか。あ、名前言っても大丈夫ですか。はい。え、ファミリーマートです。あー、ファミマらしいです。でも美味しいよ。リューボじゃないの。あの、リューボじゃないの。まだオープンしてないものですから。そうそう、あえてないか。ほら、もうリューボそうなんだよね、ですよね、浅田さん。まだオープンしてないものですから、はい。ですよね。もう全然、もうお昼はもちろん決まってリューボでございますよね。はい、そうです。確かに、まあこういう時にコンビニも便利なんですけども、あのリューボ、私実はよく行くんですね、はい、ありがとうございます。そうなん、昨日も行って、あの近所なので家がすぐ近いのでそう行くんですけれども、はい、あの、はい、私あまりこのチラシとかを見ないで行っちゃうもんで、お得情報とか何かおすすめな情報あれば教えていただきたいなと思うんですけれども。あ、そうですね、はい、明日は水曜徳の地ということでですね。そっかそっか、やってるやってる、はい、はい、特にお肉とかアイスクリーム、冷凍食品は2割引きになりますので、お買い得だと思います。ですよね。だから私よく木曜日、明日水曜日あるので、その木曜日のお弁当にちょっと冷凍食品、はい、ちょっと何か入れたいなとか、
アイスクリームも大好きなんですけれども、アイスもね割引されてるんですよね確か。そうですね、はい。そうなんだよ、とってもいい情報なのでぜひ皆さん行ってほしいんですけれども、他になんかイベントとかもやったりします？近々何かやったりとか、あの出店、そうですね、つい最近まではやってましたけど、今はちょっと、空いてる状態ですけど、はい、わかりました。明日は特に、はい、チラシを見てもらって青果食品が目玉で出てますので。わかりました、はい、じゃあ、はい、ちょっとそう今日鍋の日っていうのをちょっと紹介してるんですけれどもね、寒くなってきたので、はい、じゃあそういう冬の野菜だったり、あと、はい、明日のじゃあ、はい、水曜徳の市で、ね、水曜市で、はい、ね、ちょっと冷凍食品とか皆さんじゃあご購入していただけるように、はい、そうですね、よろしくお願いします。ツイキャスでですねコメントが来てて、マスオさんからですね、マスオさんという方から、はい、朝と店長パンの人じゃなくなったんだよねっていうのは当たってます？はい、何とか。あ、朝と店長は朝はご飯派なんですか？はい、そうですね、どちらかというとご飯派ですね。あ、そう、パンの派、はい、パンの、ね、人とご飯派の人で分かれるんだけど、そうなんだ、私もどっちも食べちゃうから、そうあんまりなんか一定できなくて、そう、あ、いいですね、じゃあご飯で、今日はじゃあたくさんまたじゃあエネルギーつけて朝、はい、オープン頑張ってください。朝のオープン何時からでしたっけ？はい、9時からになります。9時から、じゃああと約20分後、はい、25分後ぐらいですね。そうですね、オープンしたら、はい、はい、今日もじゃあ1日よろしくお願いします。頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、失礼いたします。さあ、今日のお電話をつなぎましたのは普天間流坊の店長さんですね、あさとさんに電話をつなぎました。今日の朝ごはんは、油味噌のおにぎり、そして、脂肪分ゼロの、ヨーグルトを召し上がったそうです。ありがとうございました。クワッチーサビタン。そしてですね、流坊水曜徳の市、お肉、冷凍食品、アイスが2割引きとなっております。そして青果商品も安くなっておりますのでね、たくさんもう秋の食べ物、美味しいのたくさんあります。そして食欲の秋と言いますのでね、たくさん皆さんお買い物ぜひぜひ普天間流坊までお越しください。よろしくお願いします。安藤優子で脳前カツラ。まあいいや、脳前カツラ。オニオンヨーグルトで楽に痩せることができる。さあ、ここで一曲お届けしております。安藤優子で脳前カツラ。どういう意味ですか？何が脳前カツラ？花。あ、わかんない、この曲。わかんない。サビでもわからん？ん、サビ聞いてもわからん？わかる、わかる。CM でやってたやつよ。何の CM だっけ？もうこれ聞いたらもうおじさん泣くからね。そうなんだ、うん、さっきの部分超かる。わかるでしょ。のりさん、ご飯食べれない。そうなんだ。お昼まで大丈夫そうですかね？体力ね、つけて。首里の環状2号線混んでるけど大事故な。なんでいつもと違う混み具合なのかな。火曜日、事故じゃないといいけどね。ただのちょっとなんか渋滞とかだといいけど。15番目の男さん、おはようございます。ありがとうございます。いつもツイッターで。これ？あ、これ？英雄？
校の修学旅行何食べたの？ソーキそば？メール、メールやって、うん、曲の後、それから真横の行くか。ねえ、モデルさんですもんね、元安藤優子。ん？安藤優子、元モデルさんなんですよ。おじさん？モデルさん。モデルさん。なんでおじさんって。元おじさんってなんで？もう嫌だ。嫌だ、こっちですよ。さあ、それではメールが今日もたくさん届いておりますので紹介していきます。何なんで山内さん。ではこの方からいきますね。おはおはまーよー、おはまーよー、真夜中のひーふーみーです。ごっくんちょ、今何時？今4時爆笑小老ベテランほっとけってきてる。すごいよ、朝4時って。それか何、二度寝とかしてないのかな。すごいね、今もツイキャスでほらコメント来るからさ、起きてるってことでしょ、元気に。すごい、はっさ、左の鼻毛抜いても抜いてもふっさん生えてくる夢でもう起きる。嫌なマーヨーや、今日も可愛いな、ありがとう。鼻毛からのマーヨー。すごい夢だね。こないだ泉&弥生のちっちゃくて痩せてる方感ほうかな？ん？な、ほうかなおぴんが夏にぴったりってかな、アイスのリップネットで注文したら、寒い日に届いたって嘆いてたな。そんなことよりもまあよ、今日のテーマ入るって言ったら、俺こう見えてバイク便やってるさ。昨日気温高くなったからか、虫が多くて顔にチャー当たりだったわけよ。そういうことやっぱあるんだね。飛んでくるの？昨日は大丈夫だったけど、前に口とか鼻とか目に虫がよく入る。でちいや。顔のそばとか特に。口に入ったのそのまま、喉にダイレクトに入ったもんだから、飲んだからねってきた。すごくない？だから誰が、お命頂戴します、ごちそうさまよしてから1回目に入った虫取ったら、はあ助かったありがとうってから元気に飛んでいきよったよ。俺心の中でわんぱくでもいい、大きくなるんだぞって小さな虫に思ったからね、爆笑。あれ以来川のそばは目も鼻も口も閉じて走ってる。危ない危ない危ない。じゃあ今日も安全運転で行ってきます。ひやみかち東北、ひやみかち九州って来てました、ありがとうございます。デジだね。入るんですか、バイク乗ってたらやっぱり。目に入るって言ったら、あ、ヘルメットこの顔にまでやらなかったら入っちゃうのか。あ、頭だけ守る、あのヘルメット。口は開けなくても、なんか鼻と目は分かるけどね。何してるの、嘘、なんでなんで、なんか歌ったり。あ、そっか、独り言とか言ってんのかな、ひふみんさん。なんとかなんで。言ってそうだよね。うん、デイジラジオ聞きながら独り言言ってさ、危ないから。だからさ、ね、入ってくるんでしょ。危ない、もう。気をつけてよ。ほんと、もう飲んでね、大変さ、虫も食べて、ほんといろんな経験してますね。ありがとうございました、ひふみんさん。では、続いての方ですね。ゆうさばちゃーさんから来ております。それで今大丈夫ですか。じゃあ、はい、さん、山内さん、まよ、ゆうさばちゃーやいびーしがボイスコーナーゆたしくって来ております。じゃあ流してみましょうか。はい、もしもし、亀よ、亀さんよ、ゆうさばちゃーやいびーしが安静うちみせびり、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ヘイヘイ、似せた、ヘイヘイ、似せた、嬉しい時は桃じゃないか、ヘイヘイ、見せた、ヘイヘイ、見せた。やばいね、見せたはやばいね。
怪しいところ見せようじゃないか。ダメだ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 。あせ、またあちゃやさい。ありがとう、ゆうさばちゃーさん。なるほど、見せたね。あやばいな、ちょっとゆうさばちゃーさんの私勝手なイメージがいろいろあったんですけど、物静かでクールな方だと思っていましたが、ちょっと違うタイプかもしれない。やっぱり噂で聞くのとイメージと全然違かったか、噂をね信じなかったのよ今まで。ゆうさばちゃーさん、今度会ったらじゃあ生歌をよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあもう一通読んでいきたいと思いますよ。はい、さやまちさん、まよこ、え、まよこ、デージュースさ入れたとか入ったとか言わんよ。わった、勘違いすんど、もみー IBC が。何を勘違いしたの、何のことかな。ズンバの話しぶさしがズンバのことやあえて、RBC でやって、ワン幼稚園の時髪伸ばして、何流走あ流部相談場よ、生ぬズンバと、ユヌムン男やワン一人やたん、夕方流部行く前に道でパチンコ玉が落ちてて鼻にいくつか試しした。両方で6個入りよった。嘘でしょ。嘘だよ。枝豆なんかグリーンピースとかやったことあるけど、パチンコ玉とか怖したらよ、下と真ん中の2つはすぐ取れたけど奥にあるのが絶対取れない。最初に入れたやつね、仕方ねえらん。うぬまんましてから流部の先生がなんでヒッチ、口開けてるか、口閉めなさいんり、アビラディーデージアタン、口閉めたら息できないさ。怖い。先生の前では口閉じて、息止めて、回るとき口開けて息吸って、あ、後ろ向くとき先生にバレない角度でね、絶対こんなしたな、あと死ぬサリン先生に俺パチンコ玉に入れて取れないから息できないんで正直に話した。したらすぐ病院会、麻酔打たれて、あとは覚えてないやつさ。起きたらクヌメのズンバとユヌムンスッキリ相談、MC モーミーの幼稚園時代の出来事、息できない思い出やいびーたんって。ありがとうございました。でも絶対これみんなやるやつでしょ、鼻に何か入れるってね。山内さんもやった？やんない。え、やったことないの？これはあの、なんだっけ、つまみの、あ、グリーンピース。そうそうそう、グリーンピースよく私も入れた。なんか弟たちとそれやって片方ずつ飛ばすみたいな。そうそう、でもほんと取れないとあれ命の危険性やばいよね。ほんと危機感すごいの。皆さん心当たりありますか？やったことあるのかな。モーミンさんがリュウブやってたっていうのがとっても意外なんだけど、あの時はね、髪を言えるぐらいのきっとあったんだろうね。やらないでほしいね。ね、なんか今のままのイメージが強いので。すごいよ、危険。もうやらないでね、パチンコ玉。もうできても2個ずつじゃない ?4 個、計4個ぐらい。もう3つ危ない。やらないでよ、気をつけてくださいね。それではここで1曲お届けしたいと思います。銀のトロンボーンさんからのリクエスト曲です。おばたみのるで小道、あ、星影の小道です。これって千秋直美が歌ってるやつ？千秋直美が歌ってるやつじゃない？違う？わかんない。千秋直美さんも歌ってるよね、多分。何人か歌ってみたよ。かっこいいなあ、そうそう、チャーキーの歌ってるよ。あ、やっぱそうなんだ、うん、あ、まやまやありがとうございます。かっこいいね、これ表現ね、わかんないよね。全体的に言うと鼻の中にパチンコ玉入れて、あの、流部、沖縄の流部の先生に口閉じなさいって、なんで口開けてるのって。で、モーミーさんって人は息できないから口開けてやったんだけど、そう、
回るときに口開けて呼吸して、で死にそうって言ったんだよね、多分先生に正直に話したら病院行ったって、で麻酔してそれから分からないっていう話でした。そう、神奈川弁って何、どんな弁、あ、弁じゃない、香川弁、あ、香川香川弁ってどんな言葉、知らんし雨に濡れてた、いいよね、このレコードの感じがとってもいい違う、あの、なんかニュアンスで言っちゃった感じちゃって、まないで泣ける感じの喋り方、どんな感じで泣ける、あのさんみたいな、あのさんも沖縄か、泣けるってめっちゃ間違えたから、そこ突っ込まなくていいよ、大丈夫、分かる分かる分かったすごい突っ込むね、みんな指間違いあるあるだからね、方言通信好きな人は助かり、あっちの方言だからほら喋りたい、博多、博多か京都、はい、いいね、うん、喋ってみたい、京都できるよ、おいでやす、あとは何がある、おいでやす、やめてっていうの、京都弁で言ってほしい、やめて、やめてっていうの、なんて言うんですか、やめてってなんだろう、ま、やめてって京都弁でなんて言うんですか、次真横コーナーね、はい、あ、そう、私は京都のあれ方言喋りたいなって思ったりするよ、すぐ客行かんと、さあここ続いてはですね、さあここってマヨのフェイバリットソングズオンマンデーじゃない、チューズデイだ、これもじゃあちょっと変えよっとタイトルのコーナーです。ですね、私のおすすめの曲とかかけたりするんですけれども、なんかね、昨日 YouTube でいろんな曲聴いてたのね、また得意の、そしたらなんか面白い曲あるかなと思って、でインスタに書かれていたあるアーティスト名が分からなくて、その名前を検索すると、まあ、この方なのかじゃないのか分かんないんですけど、アッコゴリラさんっていう人にたどり着いたの。皆さん、アッコゴリラさんって聞いたことある？なんか私初めて名前聞いたんですけれども、あのこの方はですね、ラッパーなのかな、なんかすごいあの面白い歌詞で、であのインパクトのある、あ、女性ラッパーだ、女性ラッパーで当たってますね、インパクトのある言葉だったりリズムだったり、そういうのをですね、あの曲の中でいろいろ発言していくんですけど、で私がもう一つ気になったのが、今日かける曲がバックトゥーザージャングル、ジャンゴーっていうタイトルなんですけれども、ここですね、アフリカにアッコゴリラさんがあの行って、直接行って、そこで子どもたちだったりこの現地の人たちと一緒に歌を歌ったり音楽を一緒になんか楽しそうにしている映像がたくさん流れるんですね。でゴリラが住んでいるジャングルに行ってる映像とか、本当ゴリラとこのアッコゴリラさんが間近でね、あの映っている映像が流れてきたりするんですけど、本当なんか音楽をすっごい楽しんでるなっていう表情と、そしてなんかすごいこの方美人なんですよ、見た目と反してこんなインパクトのある歌詞を歌を歌うんだっていう、なんかそういうギャップにちょっとやられちゃいまして、 2,3 曲ちょっとあまり時間がね私も取れなくて、 2,3 曲なんですけど、あの聞いたうちのなんか一番、あ、この曲いいな、そして YouTube のコメント欄でも一番反響が良かった、今日はですね、バックトゥーザージャングルをお届けしたいと思います。それでは聴いてください。ジャングルへ帰ろう、あ、そう、そういう意味だと思う、もうやめてを色っぽく言う、
目と。あ、いいね。見た目ね。そう、見た目めっちゃ可愛いじゃないですか。うん、金髪の似合う。めっちゃ可愛い。ギャップが大好き。前はあれだ。あの石川さんのこれ、うん、あかんてーだ。これ色っぽく言うわけ。え？見てみて。目つぶっとくから言ってみて。前を見たら嫌だから。なんでなんでどうやって言うのどうやって言うの？色っぽく。あかん。ダメだ。わかんねえ。あかん。あかんってさ、でもなんか男っていうかなんか突っ込む感じだと思ってた。あかんみたいな。じゃあそれ色っぽく言ったら。あかん。違う、もうダメだ、いいよ。ちゃんとかっこいいね。うん、もうあかんって合ってる。レッサルパンダさんが見て矢印つけてるけど、もうあかんってダメですよ。あ、そうなんだ、あかんってへー、寄せてください、寄せてくださいが今日の弁な感じ。言わせてくださいって言ってる。アウトってきたけど大丈夫かな。大丈夫じゃなかったからアウトだったね。すいません。マングローブの森へ帰ろう。いいねこれ。ありがとうございました。高松まりさん今日もありがとう。ありがとう。もうやめてよ、色っぽく言うって感じなんだね、きっとね。香川弁は関西弁のやつ好きじゃん。へぇー、いってらっしゃい、どっす。バックトゥーザージャンボルマイコハンが喋るやな。ゆうさばちゃんさんはむっちりなの？もうあのひふみさんが物静かでおとなしいよって言うけど。ね。そう、もみさんはぶっこんでくるね。さっき三条切ってよ。青の軍団さん。うん。ビルトーさんが切れてるよ。本当に毎日みんなネタ着ないからすごいんだよね。まあたくさんツイキャス来てるからさ、なんかテーマに関わるやつ後で話したいね。できたらしようね。あ、首相。あ、あぼなった。安倍晋三首相は6日の。あ、かわいい。地面しみかる。いやん、バカーン。そういう曲あるの？何が？の中の銀のタレさん、林家菊蔵さんのいやん、いやん、バカーンがあったらよろしくって。銀蔵さんも書きたさ。だそうです。私はマヨと言います。よろしゅうお願いします。皆さんに愛されとったいです。あ、すごい、なんか京都人になった気分。私は迷って言えます。言えますっていうの、これだから色っぽく言うんだよ。言ってみて。なんで私は山内と言えます。おっさんが色っぽく言ってどうする。え、全然わかんない。なんて読むのそもそもこれ。待ってよ、今ここをにらみてる。え、惚れてる惚れてる。いいね。うち
この時間は琉球新報沖縄タイムス八重山日報沖縄本島版より記事をお伝えいたします。まずは琉球新報の市町村面からです。宜野湾市社会福祉大会助け合いの心宣言。社会福祉関係者が一堂に会する第36回宜野湾市社会福祉大会が10月20日市立中央公民館で開かれました。記念フォーラムがあり、自治会長らが地域で支え合うための取り組みを報告して意見を交わしました。チュイシー人の心で作る人と人がつながる優しい都市宜野湾との大会宣言も採択されました。続いて沖縄タイムスの地域面からです。運動会でカジマヤを祝う宜野湾市小浜共有会の石垣さん。在沖小浜共有会の運動会が5日宜野湾市立グラウンドで行われ、参加した72世帯の約250人が島出身の石垣千恵さんの数え97歳のカジマヤを盛大に祝いました。運動会は年に一度の恒例行事で、カジマヤのお祝いは初の試みです。花飾りのアーチをくぐり拍手で迎えられた石垣さんは、今日は本当にありがとうございます、皆さんと一緒に長生きできることを楽しみにしていますと感謝しました。続いて同じく沖縄タイムスの地域面からです。厚生保護助成会多彩な演目を披露、宜野湾で事前公演。県厚生保護助成会はこのほど第32回チャリティーショーを宜野湾市民会館大ホールで開きました。宮古島市や本島内各地区の厚生保護助成会20団体が集まり、多彩な20演目が披露されました。宮城会長が厚生保護の心を広め、心豊かに生きられる社会活動の輪を広げようと挨拶しました。続いて八重山日報沖縄本島版の総合面からです。首脳会談で確認、日米辺野古移設推進。安倍晋三首相は6日のトランプアメリカ大統領との首脳会談で、米軍普天間飛行場移設問題について、名護市辺野古への移設が唯一の解決策として計画の推進を確認しました。在沖縄海兵隊のアメリカ領グアム移転などを柱とする在日米軍再編の着実な実施も申し合わせました。首相は米軍が絡む事件事故への沖縄県側への懸念に対応することが重要だと伝達しています。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムス八重山日報沖縄本島版より記事をお伝えいたしました。タイムスの記事ちょっと短くして、あかんあかん、それ以上はうち壊れてしまう。今日言葉変換のサイトが、すごい、なんでそんなのあるの、面白いね。ね、女子の一人称うちの方がいいってさ、さっきのレッサルパンダさんのやつ、私じゃなくてうちはマヨとエーマスっていうってこと。は、京都の方は覚えたい。言えたらちょっといい感じじゃん、ちょっと大人な感じ。可愛いっすよ、言えたら。言えたら可愛い。うん、よし、ゆきちゃんになれ、ゆきちゃんになれ。だからね、厳しいかな、厳しい。嘘、裸れる、失礼、間違えたらやばい。あ、そういうことか、うちマヤと言えます。どう、あ、全然聞いてない。はぁって。もう、ほんと興味ないんだから、マヨに。やりますよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。え？
やばい。あ、最後もメールいっぱい来てますからね。そう、メール読んで、できたらツイキャスも読みたいね。そう、マスオさん、その通り。うん、私もそれが、それに一票。やばい気持ちいい。言わないで、お腹すく、そういうの。いや、エロくないからね。ん、何も。いや、ツイキャス、マスオさんと会話して。あ、ごめんなさい。お腹すくよ、本当に。だって今何でも食べれる。食べて。ねえ、みんな今何したと思う、私に。山田さんゴミあげやった。何でも食べれるって言ったから、はい、じゃあ食べてって。カメラで見えてないと思ってすぐ言うからね、私は。すぐみんなに報告するよ。怖い怖い。それでは気をつけて。お腹すいた。塩おにぎり食べたい。徳島ほとんど関西。さあ、モーニング8、時刻は9時6分を回っております。9時台ですね。残り20分皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。さあ、私さっきね、断食してるんだよって話からの鍋の話したり、いろんな美味しいご飯の話とかねしてるんだけど、もうそろそろほんとみんながお腹すくようなね時間だもんね。ひふみさんもひもじいてってるし、なんかマックが近くにあるみたいだし、ツイキャスでそういうのも来たりしております。さあ、皆さん今日は鍋の話結構してるんですけど、テーマは鍋ではないですよ。今日のメールのテーマは入る、入るでございます。先ほどですね、ツイキャスの方でコメントが来てまして、入ると、そして鍋にまつわるコメントだったので、この方もちょっと紹介したいんですけれども、なちゅみさん、なちゅみんさん、入る。お鍋の話、皆さんの家庭のお鍋はお肉何割入れますか？野菜との割合を教えてください。ちなみに私の家では肉が3割、そして野菜が7割と野菜がメインとなってますっていうことで、皆さんどんなですかね。もしよければツイキャスにコメントしてみてください。マスオさんも7対3くらいって、どっち？7がお肉、あ、野菜が多め。じゃあ、野菜が7割でお肉が3割。私の家庭、お家でもそうですね。確かに母がやっぱ肉の3倍をやすん、肉の3倍、野菜を肉の3倍食べなさいって言うんです。うん、だからやっぱお肉よりは野菜が多かったりするんだけど、8-2です。 8-2? どっちが？野菜が 8? え、めっちゃ入るじゃん。超健康的、びっくりした。逆だと思った、お肉多そうだと思って。でも子供たちいるから、そっか、野菜とかたくさんあげないと。そう、あとは私、あのキノコ類とか入れるのも好きだから、それ野菜に含まれるのかな、どんな、うん、それも含まれる。そう、あれ好きなの、あの白い、いつも出てこない、このしめじ、あ、しめじじゃない、しめじだっけ、白いの、さあ、しめじ合ってる、あ、しめじだっけ。あ、そうだ、そう、あの大好きで、本当にしょっちゅうね、まず野菜のコーナーよりもキノコのコーナーから行って、そう、その後お肉選んで、最後は野菜、白菜美味しい。しめじ、あ、ありがとう。白くて長いのはしめじだよね。いつもね、あのキノコの子の子の歌が流れる、一回頭キノコの話した、それで一気に全部のキノコの名前忘れる、何が何だったか。えのきだよ、そう、エコゼールさんから来た、えのき、えのき、よかった、しめじじゃない、えのきだ、そう、えのき、だからだ、ずっと、あ、なんか、あ、そうだったかなっていう得意のさ、特に人に合わせながら喋るってやつしちゃった。じゃあそんな鍋の話は、じゃあ皆さんツイキャスで、あのなちみんさんに、はい、ぜひぜひ自分の家庭はこんなだよっていうのをね、よろしくお願いします。ちなみに私の家でも7対3ぐらいかな、お野菜多めですね。はい、では今日のメールのテーマ、入る、入るでございます。入るにまつわるね、皆さんエピソード募集しておりますが、メールもたくさん届いておりますので紹介していきます。この方いきましょうね。まいおはよう、部長山ちん、おはよう、エコザエルだすよ。入るね、自分は運送やしてるさ。で、思うのが、
軍のベースなんや、自衛隊基地に入るとき一番めんどくさい。エスコートの人呼び出して免許証とか、車検証、自賠責保険証を見せて書類書いてから入るけど、これで10から20分ぐらいかかる。ひどい時30分かかる。荷物配達してるまで普通で30分から40分あ、荷物配達してからそこから出るまでが30分ぐらいかかるのに、そこではかかる時間1時間かかるんだ。正直言って赤字だよ。だから小さい荷物の時は入り口まで呼び出してその場で手渡ししてるさ。さて万葉から仕事頑張っての熱いチューもらって頑張りますかね。じゃあ後からやって。ありがとうございます。私も、今年の夏ぐらいかな、ちょっと基地の中に入れる機会があって、確かにね、あのエスコートの人呼んだり、それぞれこの入る何人かいたんだよ、複数名いて、全員の免許証を見せないといけなかったり、結構手続きがね、まあ安全確認だった、安全のためだとは思うんですけどね、お仕事とそれが絡んじゃうと時間がね、どうしてもね。そっか、お疲れ様でございました。じゃあ頑張ってください。飛ばしますよ。どうだ、声つき。はい、鼻で笑われた山内さんに終わり。じゃあ続いていきます。もうスルーしていいよ、もうほんとひどい。続いてきたこの方ですね。今日からしばらくの間毎週火曜日担当なんですよね、マーヨー&裏方の山内さん、おはようございます。めいちゃんでございます。ありがとうございます。そしてそしてテーマの入る、入るといえばお化け屋敷に入ることが超苦手。これわかる、びっくりされる、させる、される&怖いのが一番いいよ。富士急ハイランドの一番、日本一怖いと言われているお化け屋敷、絶対に行きたくない。入るまでに拒否しちゃうかもしれない。女性の前では違いますよ。男を見せるために頑張ります。顔は涙目だけどね。ではでは、楽しく聞かせていただいてます。男の人ってやっぱ頑張るんですか、お化け屋敷。山内さん怖い人、お化け屋敷でどう、もし女性と二人でもうこの人落としたいって、どうなるの。頑張らん。頑張らん。え、じゃあ一緒にキャーキャーするってこと。キャーキャーするとか、逆に前に。嘘でしょ、女の人縦にすんの。でもほら、もう最初から自分を見せんと。ああ、え、でもでもね、私もお化け屋敷大嫌いなの。でももし男の人が怖いって言ったら、いやでもこの中だけは頑張るって言った方が絶対上がるよ、好感度。なんで前にするった。前にするの、女の人。嘘だよ、そんなね。なんで、かわいそうに。怖いのに俺が。アギジャビよ、怖いっても。いや、めいちゃん当たってる。めいちゃんが当たってる。そうだよ、涙目になっても何でも震えてもいいから。ちゃんと守ってね。ありがとうございました。では続いてです。出る時もおーってなるってタイトル来てるね。はじめまして、が猫さんに山内さん、今日も元気に、おはもっこり、石ころです。ありがとうございます。トンネルに入るとき、小さい頃からの癖でトンネルから出るまでの息を止めてしまうのをやってるわけさ。すごい。高速とかはすぐ出られるからいいけど、名護のは長いわけよ。死にそうなる。トンネルってなぜかテンション上がるんだよね、だば。そうでしょ、じゃあ死にそうなるじゃなくて、やめてよ、もし運転中とかでしょ。デージウケる、すごい、いるんだね。まあなんかそういう人がいたりするっていうのは聞いたことあるけど。橋渡るときに息止めるとか、どこだったっけ、千と千尋か、あれは、うんうんうん、なんかね、そういうのはあったりして、あ、こういうね、なんかジンクスじゃない、なんか言い伝えがある場所もあるんだはずなって思ったりはしてたけど、まさかトンネル内でそういうことをやってる人がいたとは。じゃあ名護のトンネル通るときには、息継ぎ本当忘れない、息継ぎポジション決めたらいいじゃん。あ、いいね。ね、うん、まあまあまあ無理しない程度にだけどね。石ころさん、ありがとうございました。ではですね、石ころさんからリクエスト曲届いております。煙で大井町聴いてください。デラックスチーズマフィン、あー食べた。
たんだね。うわ食べたい。え絶対美味しいチーズ。最近毎日チーズ食べてる。あれですよ、僕が言ってる理屈は、僕はお化け屋敷行きたくないんですよ、うん、でも女の子がどうしても行きたい、あ、入ろう入ろうって言ったらって言ったら、僕は嫌だよって言うよ、だから怖いから。でも行きたいって言うんだったら、いや、前に行って、ちょっと前置きがあってのなんだね。そうそうそう、なんだ、え、いいじゃん、俺行けるよって言ってから、そこ前にすると思った。うん、え、しそう、あ、しそうだね、うん、いいよって言いそうだね。そう確かに大いちょう、だから私もそうだと思った。大いちょうか、大いちょう、お化けに、お化け屋敷に入ったら幽霊、幽霊さ、ほんといるのかな、怖いよね。私、あの、人がお化け役やってなくても怖いの。ロボット機械でやるのもあるじゃないですか、あれも超怖くて。まーちゃん、どこかの部屋に連れ込みそうって。正解、いやー正解って。当たってる。海鮮鍋は野菜じゃなく海鮮を入れ、海鮮鍋やったことない。何入れるの？あ、あのタラとか、なんていうの、あーカニとか。へー美味しそうだね。あ、お腹すくね今日、本当に寒いしさ、あれも食べれる、これも食べれるっていう、ほんと気温、季節。作り物の方が実は怖いって。なんで？宿ってる、宿ってる。もずく。え、もずくのさ、スープ飲みたい。大好き、あれ。もずく美味しいよね。あ、キュウリも食べたくなってきたな、なんか。ん？キュウリ。ラーメン食べたい。みんな本当今さ、お腹なるギリギリなの。あ、そう、もずく酢、もずく酢好き。さあ、では続いてのメッセージ紹介していきます。今日もかわいいがね、こまよちゃん、そして今日もかわいい山内さん。おはようございます。 M8 ネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。ありがとうございます。 Good morning 沖縄 and ギノワン。今日のテーマ、入る。入るといえば穴かな。子供の子って書いて、なんでこの穴って、穴ぼこの穴。へー、こうかくんだ。今仕事で国道の真ん中に大きく深い穴を作っている。その穴の中に入って作業するかな。4メーター ×6 メーターの大きさで、深さ浅いので8メーター、あ、深さが浅い方で8メーター、深かったら15メーターの穴。今は掘ってる途中。嘘、こんな深いところで作業すんの？怖いね。怖いよね。これ大、まあもうなんかいろんな人たちが集まって安全のもとでやってるから絶対大丈夫だと思うんだけど、すごいね。命がけだよ、ほんと。こういう作業もお疲れ様です。じゃあ今日はその15メーター掘ってる途中なのかな。頑張ってくださいね。あの、安全に気をつけて。はい。頑張ってください。トロンボーンさん、ありがとう。そして、なんでか4メーターとかさ、全部さ、ひらがなできてるわけ。読めるよ、まあよ。え、4に M でしょ、4メートル。読めるからね、今度からそれで送ってもいいよ。大丈夫だよ。はい、ありがとうございました。あ、リスちゃんさんから来てるよ、メール。ごめんね、なんか、ちょっと最近ツイッターでよく久しぶりに絡んだりするんだけど。一行だけ来てる。さきこ出てると思ったら、出てないのかよ。読まんけばよかった、これ。リスちゃんのはな、ツイキャスで、ツイキャスがい。しょっちゅうなんかツッコミ入れる。いや、あのね、一番覚えてるのひどいんだよ。私が可愛いワンピース着てた時があるんです。ワンピースの上に、なんかちょっとレースがかかってるような、あの、上からもう一枚着てたんだけど、それがさ、あの、牛の油、牛脂に見えるって言って、ずっとツイキャスで言ってくるわけ。牛脂のマーヨとか、あ、今日牛脂なんだとか、もうさ、ほんと嫌味しか感じない。悪意だよね。
まあいいけど、ありがとうございました。そう、もう、さきこさん見れないよ、来週の火曜日も前夜だからね。じゃあ続いてです、アイデアマスオさんからいただきました。おはようマーヨーテーマ入るってことで、入場無料のイベント紹介するよ、マスオだよ。11月10日金曜日、あ、今週の金曜日か。何、弱さこそが人間の強みをテーマで、映画監督兼プロデューサーで世界の映画祭でさまざまな、賞を受賞している宮平貴子さんかなの講演会があります。カラカラとかアンを探してが有名かな。あ、聞いたことある。時間は、18時受付開始、夕方の6時受付開始です。そして、18時半開演となっています。場所は北中城中央公民館です。入場無料ですが整理券が必要です。そして整理券があると記念品として、赤瓦コースターももらえるよ。あ、いいねいいね。整理券が欲しい人は増岡 FM ギノワンまで、北中グスク村役場でも大丈夫ですよ。あと11月11日12日は北中グスク村の沖縄の古い景観合ってる、うん、を、守る大城を散策する、数軸は美術館があります。これも入場無料です。時間は両日11日12日もどちらも朝10時から夕方の4時までらしいです。初めのイベントは、人権擁護委員として、数軸は美術館は区民として実行委員として絡んでいるマスオでした。時間にご都合のつく方はぜひマーヨと山内さんは必ず参加してくださいね。ではでは時間まで楽しんでって、ありがとうございます。なんか2つとも気になる情報だね。なんか自分のためになりそう、どっちもいいですね。私最近そういうなんか古い歴史とかを学ぶのをそうハマってて、なんでかって言ったら2月にちょっとお芝居があるんですけども、沖縄の昔話、歴史の話をするんだけど、あ、こういうの知るのも大切だなって思ったりしてて、じゃあぜひ私行けたら行きますね。マスオさん、いい情報ありがとうございました。ではもう一つですね。マヨ山地さん、おはウィンタームネ先生です。起きたばっかりなので若干寝ぼけてます。入る、冬に入りました。冬といえばクリスマス、そして私の誕生日など、個人的には一人ぼっち寂しい出来事が続く寂しい季節。もうね先生、そんな言わんくていいよ。そろそろイルミネーションがあちらこちらで見えてきますね。この冬もいい冬となりますように。ハブアナイスウィンターと来ておりました。ありがとうございます。なんで一人じゃないかもよね。気持ちだよね、口で言ったり気持ちの持ちようだよ。全部引き寄せの術ってあるじゃん。口で言ってればそれが自分に来ます。言って努力しない。そうだね、言ってもちろん言うだけじゃなくて、それに向けて努力が大事だ。そこを磨くんですよ。いや、ムネ先生磨いてそうだけどね、いろんな話聞いてると。まだなの。山内さんからすると、まあ山内パイセンはね、もう日々頑張ってますので、皆さん山内パイセン見習って男磨いていきましょうね。ありがとうございます。メネ先生、一人じゃない、大丈夫よ。いい冬になるように私も願ってます。ありがとうございました。こんな感じかな。たくさんメール来てましたね。あ、今迷宮入りなコナン君、おはようございます。名探偵です、初投稿です。朝から元気いっぱいだね、これからも応援していきますって、ありがとうございます。もう残りねちょっと1分30秒ぐらいになっちゃったんですけれども、引き続きまた来週再来週もずっと、とりあえず12月までは毎週火曜日、私が猫マヨ、モーニングエイト火曜日担当いたしますので、ぜひまた来週も聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてそう、先ほどちらっと言ったお芝居について、2月に公演があるんですけれども、そのことだったり、あとちょっと12月ね、冬なのでイルミネーションの点灯式が挿し木の方であります。そちらでですね、ちょっと歌を歌ったりとか、そういうちょっとまたイベント行事とかに出ることがありますので、その情報、ガネコマヨの Facebook もしくはまたは Twitter、 どちらにもあげるんですけれども、確認できる方いらっしゃったらそこで情報を
ゲットしていただきたいなと思います。その都度いろんな情報を上げていきますので、もちろん私のお腹すいたぐらいのつぶやきとかもあると思うんですけど、本当いろんなこと書いてるので、ぜひぜひ見てみてください。よろしくお願いいたします。マスオさんがね、ムネ先生に婚活イベント来るって書かれてるよ。もしかしたらこれの手もあるかもしれない。そういう手段もあるのでね、全然今は本当いろんなところでいろんな出会いができますので、はい、素敵な皆さんにも、皆さんにとっても素敵な冬になりますように。それではまた来週火曜日お会いしましょう。お相手はがねこまよでした。また来週、バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様、ありがとう、ありがとうございます。今日入ってきた時はさ、スタジオにもうデージテンション低くしたんで、あ、テンション低いんじゃないですよ、まあ